今歌ったこの佐藤翔子さんは、はい、クリスチャンのこれ2世ですかね、3世そういう人なんです。最近この人も結婚したんです。それでまた子供が生まれたんです。彼女ね、ずっとねアメリカにいたの、ハワイにもいたの。宣教師ですよ。ものすごい厳しい中っていうかね、孤独の中っていうか、よく知りませんけれども、うん、そういう中でこの方、この賛美を作り、曲を作った人ですから、私も毎年白馬に行って中野賞をプレゼントしたり、他の人々に表彰状、ね、優秀賞とか何賞とかね、私がプレゼントする係になっておるんですけど、性能より難しいよ、それ。そうね、どうしてこの人と結婚したかというとね、なんで不思議なんですよ。一人のね、男性がいてね、この男性ね、何の仕事かな、なんかいろんなね、音楽とか何とか何とか、そういう仕事をやる人なの。その男性がね、なかなかうまく仕事いかないんだけどね、ずっと全国回ってるわけ。そして弘前に、青森県の弘前に行ったの。弘前に行ったらね、弘前のね、教会の人たちがね、路傍でね、賛美を歌ってたわけ。この人曰く、あんまりうまくなかったそうですけどもね、私に言わせたら、それは弘前の賛美ね、それは立派ですよ、うん。その賛美を聞いてね、学歴してた時にその賛美聞いてね、彼ね、その集会に行ったらしいんですよ、うん。それで行ってね、東京に帰ってきてね、東京の彼らの仲間のね、教会に出席するようになった。ただこのね、佐藤姉妹もね、アメリカから最近帰ってきた。この二人がどこがどうなったか知りませんけどね、まあ、導かれたんでしょう、うん、結婚した、そういう人なの。この人の賛美歌ね、この歌手の中ね、たくさん出てますよ。佐藤翔子さん、口の翔子さんとも出てるね、だから、はい、なかなかね、歌うのがね、難しいんですよ。例えば303番大丈夫っていうね、この303番大丈夫って、たまには外に出て暖かい光を浴びてみようよ。たまには大きな空を見上げて一緒に笑おう。光の差している方に向かって永遠に続く道、進んで行こう。怖がらなくていい。あなたを導く手が伸ばされてる。一人ぼっちなんかじゃないよ。あなたの隣にいるから大丈夫っていうね、こういう詩を作ってるんですよ、すごく詩。いい優秀教科にこういう人いないでしょ、残念ながら。いや、ここにだったら、ね、それ自分の人ですよ。一人見たことあるけどね、この人はね、また抜群にね、すごいの、うん。オーストラリアに有名なね、このね、教会があるんですよ。何の教会？ヒルソングの教会がある。それの曲をね、この人真似てんじゃないのとか言って、うちのヨシコ牧師とかね、おっしゃいましたけどね、まあ、真似してるか影響を受けたか知りませんけどね、今のような詩を作って、それに曲をつけてずーっと独身になった。そうだね、若いよ、彼女。あ、まだ若い。うん、まだ若いこと若いね。うん、お旦那さんは年取って。うん、旦那さんは、旦那さんは年取って。うん、仕事がさっぱりうまくいかなかった男性とばったり出会って、その男性がね、青森のその弘前の路傍の賛美ね、これに捉えられた、うん、なぜ捉えられたか、うん、まあ、全てを感謝しようっていうそのことをね、賛美歌にしてんだろうけどね、そういうことをちょっと今ね、歌いましたのでね、今私も最近こう誰が作ってるかということをちょっと紹介してるわけですね。重要だなと思って、ここの教会じゃないんだけどね、うん、
こうやってるから、ここのね、はい、ところをこうやってやるのに決まって、先週はね、この教会、聖戦連合の50周年記念の集会があったんですよ、50周年。私もここへ来てね、51年目だから迎えてんの。一番若い私ね、先輩の人ってみんなね、亡くなったりね、天に帰ったりね、引退したりしてる、うん、もう動けない。一人っぽい。女性もね、一人いるんで。私より4つ上の女性がね、伝道師で、中京の教会、ね、秋山、つぐみ、伝道師いらっしゃる。来ていました、うん、ね。最初のあの50年前にいた、ね、伝道師、牧師という人、手を挙げてくださいって、ね、自分とね、その女性しかいないわけ。まあ、信仰障害、私もね、その10年前、10年東京にいましたからね、教会生活、進学校生活ですからね、今の天皇、引退した天皇皇后美智子さんと同じなの、60年のあの家庭、夫婦、私の信仰障害は60年、うん、はい、どういう信仰障害だったか、うん、今私ね、予言でね、ノアのことを、ね、語りましたよね。ノアは神と共に歩んだとこう言って、うん、私もね、おぼつかない信仰の歩み、また教会生活の歩み、奉仕の歩みなんだけどね、うん、やはり神と共に歩んだと私は思ってる、うん、だから神様はノアを正しい人であった、この時代にあって、創世記6章、この時代にあって正しい人であった、たった一人なんですよ。ノアは主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く完全な人であった。なぜ？完全ですよ。ノアは神と共に歩む。神と共に歩むっていうのはね、イエス様信じ、神様信じ続けて生活をするわけです、うん、ノアは言うなら酪農家でしょ、うん、そして何ですか、ノアの500歳の時から彼は箱舟を作ってるんですよ。100年かかって、ね、そしてその時にまたセム、ハム、ヤベテという3人の息子たちも生まれたの。だからお父さんの協力したのと思う。100年かかって、ね、長方形の、今の船とは違いますよ、長方形の箱舟だ、ね、近いの、長四角の箱舟だ、ね、一辺の長さが大体300メートルぐらいあるの。大変な長さですよ。戦艦ヤマトでいい勝負ですよ、うん、その中に全ての人が、ね、動物がオスメス入ったの、一つがいる。それで自分の家族も、自分と奥さんと子供3人とその奥さん6人足して8人が入った、うん、船っていう字はほら、この船を書いて歯に口を変えて、その歯に口っていうのは8人だっていう人、そういう人いますけどもね、ノアのこと言ってんだっていう人いますけど、40日40夜雨が降った、ものすごい雨が、1時間ね110ミリじゃ足りないと思うんだ。1時間で数百ミリの雨がね、40日ずらーっと朝から晩から朝からずーっと降ったんだ。ですから山がね、ついには隠れた、山まで隠れた。そしてね、ノアと家族、動物たち入ったのはいいけれどもね、2匹ですよ、他の動物も死んじゃったわけですね、うん、そして他の人たちはみんな死んじゃったんですよ。それをノアさんね、まあ言うなら目撃者ですね、洪水の裁きの目撃者なんだ。そして箱から出てきた。神様はどうしたか、虹をね、彼に見せた。再びこういう大洪水によってね、滅ぼさないよということを言ってるんです、うん、大洪水は起こらないかもしれないけどね、2011年の大津波が来るわけですからね、あれ大洪水でしょ。いや、そのノアの世界が滅びるほどじゃないけどね、それは岩手と、ね、福島と、ね、宮城と
まあ茨城も岩手も入っただろうけど、ね、まあそれぐらいでね、それ目撃者なのね、なんの神様の水による裁きなの、水による裁きなの。今度は何の裁きがありますか皆さん。今度はね、火による裁きなんです。水どころじゃないんですよ、火の裁きなんです。ペテロの手紙の第2見てくださると分かる。人間の作ったものから何から、神様は裁くんだ、滅ぼすんだ、ついには海もなくなっちゃうんです。その裁きから免れる人って一体誰かっていう、神様の裁きはね、教会からスタートする。と思うかもしれない。教会クリスチャン、教会から起こる、ね、木草藁で作った家は焼き滅ぼされます。木ですから、ね、木草藁、ね、金や銀や、ね、ああいうものは残るわけです、ね、木草藁って何を表してるか、ゆきのさん分かる。木草藁で作った家、教会は焼き付けちゃう、家を焼き付ける。人間木草藁ってね、人間のね、これは知恵であるとかね、人間の力であるとかね、人間の真面目さで作った家もそうなのよ。木草藁なの、金や銀って何、金や銀で作られた家って一体何ですか。それは神の言葉でありキリストの血潮によって作られた、これは家なんだ、信仰なんだ。私たちは神の家なんだ。一人一人が言うなら神の家と聖書は言ってるんだ。教会ももちろん神の家ですけれども、個人も神の家なんだ、はい。テモテ後書に出てるように、確かに、はい、テモテ後書、コリント後書です、五章。こういうわけで私たちは唯一です。死を恐れることを知っているので人々を説得しようとするのです。私たちのことは神の御前に明らかです。しかしあなた方の良心にも明らかになることが私の望みです、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行いに応じて報いを受けることになるからです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの審判の座に現れてと言っている。誰、私たち、クリスチャンのことをここで言ってますけど、もちろん、ね、これはキリストの、はい、裁きの座なんですけれども、イエス様の最後の審判は全ての人が現れる、集められる。全ての人って誰ですか。アダムさんからザーッと今までの全ての人類ですよ。そこまで裁きはまだ行われていない。ここはコリント5章の5章はキリストの裁きの座、もちろんイエス様は裁くんですけれども、はい、これはクリスチャンに対する裁きの座、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行いに応じて報いを受けることになる。肉体にあって行った方に報いを受ける、はい、もちろんイエス様を信じている者は永遠の命を与えられて天国に入る、またイエス様を信じている者たちは、はい、間もなくイエス様が地上にやってくるでしょ。間もなくですよ。私はいつも、ね、2030年だとこう、それは断定しちゃまずいんだ、罪になっちゃう、分かんないの。イエス様も分かってんだ、天の神様だけだから2030年と言っちゃいけないんだけど、目安としてね、イエス様の再臨はその頃じゃないかな、はい、AD30 年にイエス様十字架にかかってよみがえって天に帰ったでしょ。聞いたことあるでしょ。
それから2030年で2000年になるわけです。私はこの2000年はね、やっぱりね、臭いなっていうかね、臭いって言っちゃいけないけどね、そうじゃないよ、その辺じゃないかな。1948年、昭和23年にイスラエルはね、大体ね、2000年ぶりにね、建国し再建されたイエス様の再建、再明だから近いっていうことになってる。これは反対する人誰もいないけど、年数はもちろんわからない、私にとってあとね12年、90歳、私が90になった時ね、2030年再臨してどうなるか、はい、諸国民を集めるんです、信仰者を集めるんです、うん、キリストの裁きもまた行われる、うん、そして千年王国に入れる人入れない人というものが二つに羊とヤギに分けられるとこう言われる。今日は裁きのことを言ってるわけですね。私ね、神様は裁く方で、私たちを罪から救う方であり、ね、私たちを義とする正義の人と、ね、してくださる、この信仰によって救う方でもあるけれども、はい、その時間が経ったならば、はい、裁きの時が来ますよっていうことになる、うん、近いですよっていうこと、はい、その前に大いなる大いなる大リバイバルの技が行われますよ。黙示録の、はい、6章から始まる、うん、白い馬とか、ね、赤い馬とか黒い馬とか青い馬とか 4種類の馬が出てくる。そして殉教者がまた、ね、現れる。早く裁きを早くしてくださいねっていうのがね、死んだ人たちがね叫んで、もうちょっと待ってなさいと神様は言うわけです、はい、その近くに私たちは今いる、はい、ノアさんはそれを見たんだ、水の裁きを見たんだ、箱舟の中から見たんだ。なんで箱舟に入ったか、はい、箱に入れば救われるということを言われたから、箱舟作るように言われたから、はい、神様と共に歩んだからな。今年のね、最も大きな出来事はね、後ろにいるね、姉妹。昔はこの人、吉味さんと、吉味陽子さん、今、中川さん、中川さん。日野原、あの聖路館のね、先生、日野原教授のね、本読んでね、教会に導かれたとこうおっしゃる。どれほど私ね、神をね、崇め、感謝を捧げたか。今日もそれは同じですよ、今朝もね、礼拝の始まる前に祈ってた。豊君が来ますよって、実は。あなたを目の前にしてるけどね、祈ってるんですよ、うん、本当だ。この間ね、50周年でね、東京行ったんですよ。全国の代表者が集まった。牧師はね、2代目なの、私のね、代じゃないの、子供の代集まった。もう60歳ぐらいになっちゃう。それが委員長にもなって、たくさん集まった。中京からね、森からね、うん、菅野から荒川からね、長谷川牧師もね、やってた、報告してた、ね、教会はこうだけどね、うん、去年どれほど多くの教会で、ね、奉仕したかということを明かしてた。仙台に来たの、うん、仙台のね、兄弟姉妹のね、その息子さん、娘さんが来て歌ってた。荒川のね、その息子さんのね、子供たち、娘さんたちが来て、娘さんの旦那さんもそこにいたんよ。私ね、7つ8つの教会ね、中京の教会、牧師、中山牧師は、秋山牧師は私連れてってね、会わせてくれた。
7ヶ月みんな、なぜそんなことをしたかって、それは彼が親切だから私やってくれたと私はそう思うけども ね実はね祈ってるから、この教会のね人たちのためにね、牧師もそうだしね、信徒のね、私と一緒に50年前に出た人もまた来てましたよ、何人かに、荒川のね、長岡さん、ね、松野さん、富蔵さんなんて、ね、来てたの、茶谷さん夫婦がもう手に帰っちゃった、来てない、私をね、個人伝道してくれた最初のね、佐藤さんはいなかった、だけど教会忠実にやってらっしゃる、お元気、来てない方もいましたよ。だから来てないからどうとかこうとは私は言いませんよ、教会生活やってんだから、ずーっと私ね朝ね祈るんですよ、一人一人の名前毎日完璧にやるとは言いませんけどね、ほとんどはやるわけですよ、祈り始めると、つなが順番があるからね、人の名前だってね、森さんのお母さん祈ったってね、そこにはね杉山さんという人がいるわけで、そこに高橋さんという女性もいるわけと、これはワンセットになってるわけ、原山さんの場合だとね、ね東京にねそれは高橋さんがいるわけ、息子さん、そしてね直江さんとそのね、子供さん正人が葵さんというのもいるわけ、ずらーっとつながってんの、先生の教科もずらーっとつながってんの、中教からずらーっとつながってんの。実はね、私が昔いたね、今ねの胸の牧師たちのためにも実は祈ってね、また感謝をしてるの。喧嘩別れしたわけじゃないの。まあ、出たことは出たのね。昼逃げてきたからね、夜逃げじゃなくて昼逃げしたんだから、みんなに大笑われ、白も入ったけどね。そういう証だから、だからね、感謝して祈るんですよ、晴れやまし、この間ね、その前のね、日本代表するね、T 牧師さん、総理と言ったら、総理だ、総理大臣だ、総理だ、総理ね、私のね、田口さん、夢の中に出てきたんですよ。50年前にあなた亡くなってる、この方ね、シンガポール生まれなんだ、兵庫県の出身なんだ、歯医者さんの子供なんだ、ロンドン大学出てんだ、ホイネスの進学校でね、もう、トップ中のトップなの、エリート中のエリートで進学を終わった時にね、新橋のね開拓伝道したんだ、たくさんたくさんね人を集めたんだ、看板作って、私と同じ今の私もそうだけど、たくさん集めたんだ、子供がたくさん来たんだ、だからねケチつけられたらしいんだけど、 T ボックスと呼んで、まあ言ってもいいんじゃないかな、スタート先生、日本のプロテスタントのさ、チタル先生ってのは知らない人はね、モグリなの変なこと言うよ、夢に出てきたの、だもうこの先生ね、夢に出てきたの、それで私ね、この先生と話をしてるわけね、奥さんがどうとかどうとか病気だとかなんだとか、そういう話が出てきたわけ、だから私ね、ああそうだな、奥さんにうまぶどうどうかなってね、大昔のその人の夢がね、今のうまぶどうどうかな、そんなことを考えたのかな、インマヌエルですからね、昔のね諮問院のね先生方もね6人7人だから、その祈るうちね、その子供たちも祈るうちね、先輩の牧師たち私もね一緒にいたから、あの胸を離れて私も盛岡に来たけどね、インマヌエルの市内にね教会作って今もいるの、クリーズの牧師っていう方がいるの、彼が来る前にね開拓伝道したわけで、その時私のね私出てきたねその先輩さんの同窓生がね盛岡にお手伝いにしたわけで、牧師さんたちが同級生同窓生ここにやってきたの、中野さんやってますかってやってきたんで、まあ言うなら喧嘩別れじゃないけど、喧嘩別れみたいなね、世的に言えば別れた人って訪ねてくださる、
それね、今でなかったら私ね、クリスチャンになってないんだから、うん、出たとは言えない、ね、で、今ね、胸作ったね、草先生がいなかったら私だってね、クリスチャンになっていなかったもん。それ荒川のね、山本ご夫妻によってね、導かれているけれどもね、あのお二人もね、私の大恩人ではあるけれどもね、今の胸も大恩人なの。喧嘩ばかりしたからってね、ちょっと静かにして。そりゃね、やっぱり感謝なんですよ。私のクリスチャン人生を作った人なんだから、うん、それを今感謝することが週末のこのリバイバルのために大事な務めだと私は思ってます。本当に、うん、なかなか僕たちもね、そういう祈りはできないんじゃないかしらと私は思ってます。中にはいます、そういう人がね、すっごいうつらの人がいます。うん、世界のためにも祈ってる人もいますよ。それはカソリックのためにも、ね、ギリシャ正教の教会のためにも、聖公会のためにも、ね、プロテスタントの諸教団諸教派のためにも祈ってる人はいますよね。例外じゃまずいと思うの、うん、あなたの救われたのもそれはね、ペテロやヨハネやパウロの伝道の結果なんですよね。言わせてもらうと、うん、パウロさんが今日ね、フィリピの教会でえらい迫害を受けちゃって、パウロ大変だったなと思ってるかもしれない。パウロが救われてなかったらあなた本人いないっていうことになっちゃうんですよ、うん、本当ですよ。そこまで考える必要にないかもしれない。ノアさんがこれ信仰持っていなかったらね、私たちね、ノアの家族も全部ね、全滅したかもしれないんですよ。たまたま彼ね、一人正しい人で神と共に歩んでいたからな。だから中川島が45年ぶりに回復したっていうのはね、私リバイバルの大きな大きな印なの。先週トヨ君がね、まさか宮古から来るとはなかなか思えなかったのがね、ひょっと現れたもんだからね、と思った、うん、今日はね、その春山さんはね、ダリソンさんに祈ってたから祈りは聞かれましたよってうちの道枝弁護士がね、そういうことを言ったんですよ、うん、今日だからね、祈ってた、私も実は陰ながら祈っていますよ。教団を祈ってた、その祈りがこんなに早く聞かれることあるのかなってね、あの教団はそのおっしゃってましたけどね、そうなん、うん、裁きから守られるように裁きの日に羊として選ばれるように、青年王国に入るように祈って取りなしてるっていうことをどうぞ覚えていただきたいな。ノアと共にですから、神と共に歩んでいただきたいな。初代のユダヤ人のクリスチャンってどういうことをやってたかっていうのがね、書いてあるのがヘブル書なの。ヒューティーの先生、ヘブル書のテーマはね、初代のクリスチャンたちはね、イエス様信じましたよ、救われましたよ。どこから？あのユダヤ教から、ユダヤ教のすごい神殿から救われて、神殿に行かなくなって、何かね、A 兄弟の B 兄弟のお宅でね、その辺の下手屋だかアパートだか何かで集会を開くような神殿のきらびやかな場所じゃないんですよ。そしてまたね、そういうことをしたもんだから迫害を受けてるわけで、初代のユダヤ人のクリスチャンたち、パウロだけじゃないの、うん、それは今日ね、6章でね、ステパノとかね、ピリポとかね、7人に衰退した、それは素晴らしい精霊に満たされ、恵みに満たされ、信仰だったんだから、生き生きしてたんですよ、うん、今日の QT をね、取り継いだ、ね、鈴木牧師の生き生きしてたんだけど、全てがね、生き生きしたクリスチャンじゃなかったの。あのユダヤ教の神殿の方がいいんじゃないかっていう人がいたんですよ。ね、あの立法の生贄捧げた方がね、お金はかかるけれどもね、あれいかにも本物だな、こっち何もないんじゃないの、生贄、イエス様を信じた、目に見えないし、
ね、聖霊様が来た、どこにいるのか、うちの私の中にいるのは、まあ、信じるけどもね、難しいなと思ってたわけですよ、初代のユダヤ人のクリスチャン。それに手紙を書いたのがこのヘブル書の。あなた方が信じたあの旧約の律法、ね、モーセよりもイエス様勝ってますよ、イエス様の恵みは、はい、天において取りなしておられるんですよ。モーセとは訳が違うんですよ。だけど彼らはね、それを聞いてね、どうなったか私分かんないけど、ね、これ誰が書いたか分かんないわけですよ。バルナバが書いたとかね、アポロが書いたとかね、いろんなことがあるらしいけど、私が昨日読んだね、本のね、人はね、これはパウロだと言って、軍隊が違うんじゃないかって言って、パウロだと言って、どうもパウロらしい文章じゃない、だけどその人はパウロだって。だからあなた方はイエス様を信頼し、聖霊様を信頼し、ノアさんと同じように神様の前を信仰を持って、ね、教会生活をしてくださいね、習慣をしっかり守ってくださいねということをヘブル書の実章でこういうふうに言っているんです。ヘブル書の実章ヘブル書の実章ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんかとこう言っている。耳の痛い言葉なの。私も信仰者になった時、いつもこれと戦ってたの。教会の人たちに、あ、中野さん久しぶりですね、お元気ですか、待ってますよ、なんつってね、村松さんだの、何さんだの、神さんだのね、茶谷さんだのね、奥さんたちに大体そういうことね、チャーチャーってニコニコしながら言われるわけですよ。それはね、優しい言葉なんだけどね、ビン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 答えてくるわけですよ、鈴木牧師。救われて洗礼受けてね、確かにね、えらい決断したもんだ、仏教とかね、神教とか教会行ったんだけどね、礼拝の説教はちょっと難しいとかね、いろんな伝道会のいいとかね、いろんなこと考えてね、そうやって場所も変わってね、遠くに荒川区がね、目黒区あたりまで行っちゃったもんだからね、柿の木坂でね、あの大地主の上に住み込んじゃってね、遠くなったもんだから行かなくなった、その頃ですよ、京成電車に乗ったらね、あなた天国に行けるのかいっていうね、思いが来たわけ。本気になって、あれ悔い改めたなっていうね、思いが来た。こればっかりはね、神様なんですね。私のそういう経験あるな、本当ね、今日は水曜、基礎会だと思って行って、そうして一人の兄弟が集会後にね、私のつかつかとやってきて、ね、兄弟あなた悔やたったことありますかってこう人間が聞くわけです。今日の京成電車のあの声と同じ声がね、こんな具体的に私同級生の、ね、青年が来て、私は悔やたったよ、あなたどうなんだよと、いやーって悔やたってません、いや形式的には悔やたましたよ、それもちろん、だけどあのね、隠してる隠してる罪が山ほどあったんだ、牧師さん呼んできてくださいってね、山本牧師呼んでもらったの。そしてね、中野君よく来ましたねってね、褒めてもらってね、それから何のためにってね、これ悔い改めに来ましたって、悔い改めたんですよ。告白したの、悔い改めるって告白だ、隠していたものを告白だ、そしてね、詩篇の32編、
ダビデの悔い改めの支援の言葉を与え、その罪を許された者はなんと幸いでしょうか。己の罪を許してこれを離れる者は幸いを受けるってね、ヨハネ第一の一章の九節なの。忘れることができないでしょう、この言葉、罪を隠す者は栄えることがない、これを言い表して離れる者は憐れみを受けるってね、箴言の27章の13節だって、これ忘れられない、人がもしキリストにあるならば新しく作られたものだっつってね、という教会、古いものは過ぎ去って新しくなったんだよっていうの、三つか四つね教えられた、という教会も悔い改めた、洗礼受けたね、学校にさ聖書を図書館に並べた、あの時の豊君一体どこに行ったんですかって言いたくなるけども、まあ今日来てるから、ね、幸いですよね、本当にあの時のね放送委員会で豊君がやってた、そうですね、青年会でお友達をたくさん連れてきてたわけです、目の前だから私行ってるわけじゃん、説教とは言えない説教だけどね、あなたにもうあなたに槍を突き刺してるわけだからね、甘んじて受けてほしい、私もそうだった、あなただけじゃない、私もそうだった、今日は神様の裁きなの、はい、あと5分で裁きの本論に入らなくちゃいけない。使徒行伝の16章、パウロがヨーロッパに伝道しました、はい、紫布のルディアさんが救われました、自分の家族も、はい、洗礼に導きました、すごいな。その次には今度は占いの女、悪霊に疲れた占いの霊に疲れた女を、ね、悪霊を追い出して助けました、結果が主人たちに喜ばれるどころか憎まれました、占いの仕事がなくなっちゃったっていう。ジャイアンツのお姉さんから携帯が来た、ちびっこ野球もやってんのね、参加者の分からずやるの、一生懸命、息子が森岡市の代表に選ばれてるから、この人の息子が嬉しいの。